じゃん、こんな感じです。チャキチャキこんにちは、表参道フラピスト、あやまるです。今回はこんな感じの、もうすっごい簡単なのにおしゃれでこなれ感のあるまとめ髪の紹介をしていきます。実はこのヘアアレンジ、前に紹介したこちらの動画、このアレンジと同じやり方なんです。このお団子の高さを変えるだけでこんなに印象変わるんですよ。びっくりですよね。ほら、この前のはすごいポップな可愛らしい高めのカジュアルなお団子って感じだったんですけど、この低い位置のお団子だとやっぱり可愛いけど大人感出ちゃいますね。このアレンジ本当に覚えておいて損ないので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、では早速説明していきます。まず髪の毛を一つの束にまとめていきます。で、今回は低い位置でお団子を作っていくので、だいたい耳の半分ぐらいの位置で髪の毛を結んでいきます。で、お団子にするのであんまり低い位置で結んでしまうと、お団子を作った時にすごい下に下がってしまうので、なるべく耳のね真ん中あたりで結んでください。この辺です。で、結ぶ前に必ず遅れ毛を先に出してください。もみあげ、こめかみ、顔周り、この3点ですね。で、なんで先に遅れ毛を出すかっていうところなんですけど、遅れ毛の量を調整したいってなった時に、縛っているとまたゴムを外してもう一回結んでってやり直さないといけなくなってしまうので、このね、結ぶ前だったら何度も何度も戻したり出したりっていう修正がしやすいので、先に結ぶ前に遅れ毛を出していきます。そうしたらこの耳の真ん中の位置で髪の毛を結んでいきます。はい、今結べました。そしたら今まだピチッとしてゆるさが足りないので、お団子を作る前に先にほぐしていきます。まずは耳の上から、ちょっと耳にかぶるようにこうほぐしてあげるとフェイスラインがすっきり見えるので、この耳上絶対出すようにしてください。で、耳に少しかかるように、これがあるとないとじゃあ全然変わります。耳の横出すことができたら、そのすぐ上の位置またほぐしていきます。で、この時に必ずこれくらいの束、すごい細い束で今引き出しをしてるんですけど、もう爪と爪で3、4本引き出すぐらいのイメージで取ってあげるとちょうどいいです。あんまり太い束で引き出しをしてしまうと結構たくさんの髪の毛が一気にバーンって出てきちゃうので、もう細かー細かーくほぐしていくイメージでちょうどいいです。この要領でトップの方までほぐしていきます。こんな感じですね。さっきと全然違いますよね、これだけでも。で、この耳上のほぐしがないとこうなるんですよ。結構違いません？耳上がないバージョン、これだと顔って感じになっちゃうので、耳を少し隠します。ほら、これだけですごいイメージも変わってきます。ここ大事なので覚えておいてください。はい、そしたら次、まだ後頭部の部分がぺちゃんこになっているので、ここも同じようにほぐしていきます。もう爪と爪で細かい束を引っ張るようにほぐします。そしたら意外と忘れがちなこの下の部分ですね。せっかく他がふんわりしてるのに、ここだけキュッとなってるとバランスが悪いので、必ず下もほぐしていきます。ここもすごい忘れることが多いので必ずやるようにしてください。はい、ここまで大丈夫ですか？できましたか、ここまで。はい、そしたら今からこの毛束を巻きつけてお団子にしていくんですけど、この巻きつける時も一気に全部まとめてしまうと、多分束が多すぎてピンが止まらなかったり巻きつけにくかったりするんですね。なので、この毛束を2つに分けます。まず片方からお団子を作っていきます。まず1つ目の毛束はロープ編みです。こういう感じで、このロープ編みにもコツがあって、必ず片方をまず内側にねじってで、後ろに持っていく、内側にねじって後ろに持っていく、内側にねじって後ろに持っていく。どうですか、わかりますかね。もう一回やっていきますね。前から見たバージョンか。まずは2つに分けた毛束をまたさらに2つに分けます。で、これをロープ編みにしていくんですけど、まず左側を内側にねじって後ろに重ねる。で、また左に来た方の毛束を内側にねじって後ろに重ねる。これを繰り返します。こうすることでロープ編みって普通パラパラってほどけてしまうんですけど、ねじりながら重ねることによってほどけにくいんです。お互いが反発しながらねじり合っていくので、すごくキープできます。このロープ編みがただねじっただけだと離した時にこう戻っちゃうんですよ。シュルシュルって戻っちゃうんですけど、これを内側にねじって後ろに重ねるっていうのを繰り返していくと、手を離してもさっきのようにほどけにくいんです。
シルシルっとなりにくいです。なので必ずこのロープ編みは覚えておいてください。そしてロープ編みができたらほぐしていきます。これも見えるとこだけではなくて360度をどの角度から見ても綺麗にほぐれるようにいろんな角度から引っ張っていきます。ふわふわになりましたね。そしたら毛先を結んでいきます。でこの毛先を結ぶ時もポイントがあって、結び切るのではなくてこうキュッとこの状態、先端もお団子結び切ってしまうとどうしてもお団子を作った時に毛先がピョーンって出やすいんですね。なので必ず毛先は丸めて収めましょう。ほらロープ編み崩れなくないですか。はい、ではこの今ねじったロープ編みをお団子にまとめていきます。このピンの留め方もすごく重要でコツがあるんですよ。私のこのピンが U ピンだと思ってください。まず頭皮に垂直に刺します。そしたら頭皮に刺さっている状態で横に倒します。でこのままギュッと留めていきます。このやり方すっごいお団子が頑丈になるんです。いきますよ。頭皮に垂直に U ピンを刺します。そのまま横に倒して差し込む。ほらもうこれだけで止まっちゃうんです。お団子がすごくないですか。これ1本で止まるんですよ。でもやっぱりちょっと不安だなって思う方は反対側も同じように止めていきます。これも一緒ですよ。頭皮に対して垂直にピンを刺します。刺した状態で倒してそのまま差し込む。いきますね。頭皮に対して垂直にピンを刺します。そのまま横に倒してピンを刺し込む。あーもうすごい頑丈。これ完璧です。こんな感じ。ここまで大丈夫ですか。はい、そうしたら次残りの束を次は三つ編みに編んでいきます。後ろでね三つ編みをするってなると結構感覚が難しいので必ず前に持ってきて編んであげるとまだ感覚はつかめるかなと思うので前に持ってきて三つ編みをしてください。でこの三つ編みが難しいよって方はこっちもロープ編みでも大丈夫です。ただもう片方は三つ編みにすることによってよりふんわりして可愛くなるので三つ編みができる方はぜひ三つ編みでやっていってください。で三つ編みが編めたらほぐしていきます。この三つ編みのほぐしもいろんな角度からほぐしてください。そうすることでより立体感が出てくれます。やっぱりこのほぐすとほぐさないとじゃ結構変わるので、ほぐさないままお団子にしてしまうと結構もうバレリーナみたいなキュッとしたお団子になってしまうのでこのほぐしとっても大事です。はい、でほぐせたら毛先を結んでいきます。でこの毛先の結び方もさっきと同じ要領で毛先は結び切らずにお団子の状態でまとめてあげます。はい、そしたらこちらもお団子に巻きつけていきます。で最初の束を右から左に巻いていったので今度は反対左から右に巻きつけていきます。さっきの留め方覚えてますか。頭皮に対して垂直にピンを刺します。垂直に刺さったらそのままピンを倒して差し込んでいく。1本でまた止まりました。でもこれじゃまだ不安だよとかもうちょっと頑丈にお団子を作りたいっていう方はまたさらにもう1本ピンを留めていきます。最初に留めたピンの反対側がいいですね。はい、これで今しっかり止まりました。そしたら軽くこのお団子をほぐしてあげます。最初にほぐしているのでそんなにほぐさなくても大丈夫だと思うんですけど、また全体のバランスを見ながら、でこのお団子をほぐすときも必ず片手で押さえてあげながらほぐしてください。あんまり強い力でピーッと引っ張ってしまうとお団子が崩れる可能性があります。優しく優しくほぐすようにしてください。こんな感じです。じゃん、どうですか。手順やポイント分かりましたか。もうこれだけ簡単で時間がかからないのにすごい凝ったアレンジに見えますよね。このやり方覚えておいて損はないです。ちょっといいところにお食事行ったりだとかデートの時とか大事な時でもこのアレンジってすごい使えるので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、ということで今回は全然時間がかからないのに凝った風に見えるアレンジの紹介でした。参考になった方はいいねチャンネル登録お願いします。下にコメント欄もあるのでぜひ皆さんこれやってみた感想書いてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。